お仕事で行ってきました。いねか村上っていうイベントがあって、それにはるかと大塚と日向さんと私で出させていただきました。そうなんです。なんか私ね、もっとなんか事前になんかあの告知されるかなと思ったの、公式の方でけどまさかの当日まで出たくて。そうで収録みたいな感じだったんですけど、そうで今日収録したのがあの9月の、みんなメモして、みんなメモ帳近くにありますか、みんな近くにありますか、あの9月の12日にいいねっか村上の特設サイトにて18時半からあの放送じゃない、ご覧いただけるので見てください。あとここで大事なこと一つ、なんかアーカイブはあまり残らないらしいので、あの見逃すともう見れないですっていうメモです、しててください。18時半からです。そうなので、みんな見逃さずにね。こんばんは。そうそういう感じで無料だったかな、ちょっとそこどうなんだろう、見てみるちょっと待ってそこまで私に連絡帳来てなんか分かんないけど、無料なんじゃないかな、ね、なんかチケットって書いてないから。クリありがとうございます。あの私のお話によると、あの公式サイトをチェックした方が絶対確実だからこんばんはね、わかる、無料っぽい。そんな感じで来週の日曜日です。結構あの何したか言ってんのかな、ちょっとわかんないけどあの絶対見た方がいいです、絶対見た方がいいだけ言ってきます。見て損はないだけは言ってきます普通にめちゃめちゃ楽しかったです。クリありがとうございます。そうとにかく皆さん9月の12日18時半からあのいいねっか村上の特設サイトに列号してくださいそうすごい嬉しかった。なんか私村上に行ったのが2回目なんですけど、実はでも1回目はあの生写真の撮影で村上にあるあのイヨボヤ会館っていう、なんかその村上市って鮭がすごい有名で、それの会館なんですけど村上にあるその鮭の会館なんですけど、ヨボヤ会館に生写真撮影で行ったことある以来まで行ってなくて、その時もね、なんだろう、もう車で行ってみたいな感じだったから、なんかあんまり現地の人と関わることもなくて、でも今回そのすごい村上のそのいいねっか村上を運営してくださってるあのスタッフさんとか村上の人にたくさんお会いして、めちゃめちゃすごいいい人たちがこんなにいると思って、すごいなんか日向さんのなんか凱旋みたいな感じで、すごいなんかもう日向さんかっこよってなった、サインしてるの見ててお手紙ありがとうございます、ラブレターですね、ありがとうございます。なんかこうやって地元の人に歓迎されて、地元になんだろうするのめっちゃかっこよっ
って思った、サインをこうやって書いてるの見て。やっぱり村上の星なんだ日向さんと思いました。すごい、こんばんは。そうで、はるかと大塚と私と日向さんの4人だったんですけど、そう、もうそれはそれは楽しくて。リップありがとうございます。それはそれは楽しくて、リハの時から楽しかったんですけど、そう、今日すごいだから楽しかったし、あとね、新潟、あの村上のね、あれ村上の鮭だと思う、鮭食べました、美味しかった、私鮭大好きだから。で村上本当にもっともっとちゃんともっとちゃんと行きたいなって思った。なんか今回お仕事だったからあんまり何ゆっくりする時間もなかったからちゃんと行きたくなったし、なんかすごい既視感あったっていうか、すごいなんか行ったことあるような気がするって思う場所がって思った。なんか外の風景見てて、車で移動してて、ヨボヤ会館の写真見返してよ。でもさ、ヨボヤ会館行った時もあれいつだっけ、私が中学生の時、中3とか中2とかじゃない、中3か、だからめっちゃ前なんだよね。それもこんばんは。で、なんかそのいいねっか村上のポスターもそうだし、あのさ、日向さんのなんか本屋さんとかが途中にあって、そこに日向さんのポスターが貼ってあって、さすがさすが村上の星って思いました。アシありがとう、ハートありがとうございます。2019年12月、ってことは中3だ、中3の冬だ。でもすごい昔だね。はい、ありがとうございます。あ、ししとうの話は別になんか村上の推し、村上とはあんま関係ないけど、なんか今日すごいお弁当が豪華で、あのししとうが入ってたんですよ。でなんかそのはるかがさっきなんかその緑の食べて、なんか青に口パクでオクラ、これオクラって言ってきて、あ、そっかこれオクラなのかって思って、私普通に食べて半分以上食べたんですよ、それを。食べて、え、待って、辛い辛い、ちょっとこれは絶対にオクラじゃないって思って、もうずっと辛くて、それこそ火吹いたみたいなくらい辛くて、そうで、はるかに、え、はるかこれオクラって言ったよねって言ったら、はるかはただ青にこれ辛いよって教えてくれただけだったらしくって。そう、私がはるかがこれオクラっていうのを聞き間違えて、あ、で、あ、じゃない、はるかがこれ辛いよって言ったのを私がオクラだよって言ってるのって聞き間違えて、だからはるかに罪はないんです。私が聞き間違えて、あの、そう、食べたの。そう、食べて、え、今めっちゃ辛ってなって。そうで、その時ナナミがメイクしてて、その私がそれを食べた時に、だから知らないわけですよ。でナナミがメイクから戻ってきた時に、ね、ナナミこれオクラなんだよ、めっちゃ美味しいから食べてみって。めっちゃ美味しいからこれ食べてみって言ったら、え、そうなのって言って、でナナミもちょっと怪しがってたの、怪しがってて、え、オクラってこんな色だったっけみたいな、
や、だから火通したらそんな色になるって言って言ってななみ食べたらちょっと申し訳ない、すごいななみもまんまとだまされてくれて一緒に辛さを味わいました。そんな日向さんは食べてなかったそんな日向さんは食べてなかったすごい悪いって、いやこれはそうです、認めますけどでも辛かったな、忘れられないあの辛さ。そういうことが今日ありましたあとは今日は昨日おしゃべり会で日向さんからお誕生日プレゼントをいただいたんですよ。だから早速あのチークをいただいたんですけど、それでそのチークを塗って今日仕事しました。そしたら日向さんが「おーちゃん今日チークいいね」って言われた「おーちゃん今日ほっぺいい感じじゃん」って言われました。いやまあそれは日向さんからもらったチークだ、うん、チークだからって言ってって言われた。こんばんは。いやでもすごい楽しかったね。行き帰り寝てたけど。メイク道具って肌に合う合わないあるの？アイシャドウとかなんだろう、なんか色をつけるもの、目に色つけたりするものは私的にあんま関係ないけど、なんだろう、なんかファンデーションとかさ、下地とかさ、なんかもう直に肌につけるものは多分合う合わないめちゃめちゃあると思う。綺麗だよ、ありがとうございますすごいなんか飛んでる、サーカスありがとうございます。こんばんは。そう、あそう、今日トキ衣装だったんです。久しぶりに来ました。久しぶりに来て、久しぶりに来た。こんばんは。モンキーありがとうございます。トキ衣装着て、であと今日あの三つ編みにしたんです私髪型。あのね、前の一個前の壁車の髪型かなだったんですけど、あれね、メダルありがとうございます。あれね、私あのマネージャーさんがすっグーをしてくれる髪型で、あのそのマネージャーさんに聞くといつも「いや青ちゃんはツインの三つ編みがいいよ」って言われてるから、今日もそう言われたからそれにしました。かわいようでした、よかった、賛成、よかった。そんな感じで今日だから三つ編みしてトキ衣装だったから結構ちょっと前の私みたいな感じだったそれこそ前回の壁車みたいな。何何、パンが飛んだ、食パンありがとうございます。あそうね、そうイヤボヤ会館の生写真撮った時も壁車、あの時まで研究生だったから壁車じゃなきゃ壁車固定だったの、生写真も。だからずっと編み込みしてたけど、久しぶりにした編み込み。えパーティー衣装は初期の頃だよね、2回目の壁車は時だった、確か。今も時だけど制限があったの、壁車とか懐かしい。なんかそう、
研究生は特に壁写の髪型決めにすごい必死だったんですよ。それはなんか講演の時も同じ髪型にしなきゃいけなかったから、踊った時に邪魔にならないのがいいなっていうのと、でもやっぱり壁写だし、あのなんだろう、もうアイシャとして使われるからストレートベースで下ろした方がいいのかなみたいな子もいるしみたいな感じで、みんなすごいね考えてたの。まあ私は一番踊りやすいであろう三つ編みを選んでたんですけど。だるまありがとうございます。そう三つ編み、そうだった。そうだから初期の頃とかさ、ツインテールだったからもうずっと握手会もツインテールだったもんね、しばらく。そのおかげでツインテールができるようになったけど、そう、そこに全てをかけてました。でも私は多分なんだろう、なんか公演重視で考えてたから周りより決めるのは早かったけど、そうなの、そういうこともあったなって。でもまあ今はでも髪型自由になって、でも逆に大変になったなんかすごい先輩とかが声の時に髪型何にしようってよく言ってて、研究生の頃の私はあ、そっか髪型自由にできるのいいなって思ってたの。研究生の時はメイクさんに、あ、ツインテールでお願いします、三つ編みでお願いしますっていう、もうそれしか言ってなかったけど先輩とかいつも何にしようかなって言ってて、そっか悩めるんだなって思ってたけど、昇格してこうなってから確かにめっちゃ悩む確かにめっちゃ悩む。なんか前回これ何にしたっけとか、あ、今日ポニーテール多いから違うのにしようとかって思う。こんばんは。でも私なんだろう、それこそアットジャムとかなんだろう、まあ大人数でなんかやるとき大体なんか2つに分けてること多いかも。なんかそういうなんだろう、今日とかさ外のお仕事とかアットジャムとかの外でのライブとかの時って、そうやっぱりあれじゃん、いっぱいいるからさ、どうしようって考えて、よくツイン何二つ分けるのになる。でもみんな二つに分けるの好きでしょこんばんは。そう髪型ポニーテール、でも最近ポニーよくするようになった。こんばんは、正解でしょボブ、じゃ短くしなきゃじゃん、ボブ。でも髪の毛伸びたくないよ、結構前これくらいだったね。髪型大きいよね。いや髪型そうだよね、多分髪型そうよね、大きいよね、イメージがなんかそうなるもんね。ウィッグつけてるメンバーはまだ見たことないですまだ見たことない。大好物、ね、何ポニーテール大好物こんばんは。でもな、公園になると私髪の毛食べちゃうからさ、結んでたいと思ってよく結ぶじゃん、結んじゃう。こんばんは。なんかなんでもない
今日日曜日なんですね。明日からまた平日が始まるよ。頑張ろうね。11のサマー公演申し込んでありがとうございます。あの今週は今週か8日がちっちゃいもん、11日がサマーです。いいですね、楽しみですね。公演こんばんは。平日にも楽しみがあるのが私は嬉しい。明日おしゃべり会だし、明日はセーラー服着るよ。みんな明日はセーラー服着るから。じゃあ私なかなかやらないんだから。頑張ろ。平日のおしゃべり会ってなんか久しぶりだね。コスプレじゃないけどさ、ちょっとでも制服はまだ恥ずかしく、でも制服恥ずかしくなることってはないと思う。アイドルだったら分かんないけど、私はまだ恥ずかしくない。最初フルコスからありがとうございます。今より前髪がくるんってしてるね。あ、分けてたからね。分けてたし、あと長かった、めっちゃ前髪。今考えるとめっちゃ長い。私今すごいパッツンだけどさ、くるんって毎朝巻いてた前髪。キャンセル待ちですからアクセスします。恥ずかしい、恥ずかしがらないでいいよ。いいよ。想像しただけで可愛いあざとい。想像しただけで可愛いあざとい。あおちゃん、セーラー服、セーラームーンのコスプレはやめ、月に変わってお仕置き。私セーラームーンあんまりわかんないんですよね。なんかちょっと何年前だろう、3年前くらいにセーラームーンって何、木星とかそういうことってムーンなんだと思った。ちょっと語彙力、セーラームーンってすごいって思った。ちゃんとセーラービーナス、マーキュリーとかすごい、ちゃんとそういうことなんだって思った。すごい感動。そう、でもあんま分からない。あ、惑星とかのやつです。星じゃない惑星。すごいって思った。セーラームーンあんまり分かんないんですよね。私どっちかっていうとプリキュア派だった。プリキュアも見てたけど、好きだったけど、なんかお母さんから聞いたら実はそんな好きじゃなかったらしい。ちょっと変な話だけど。こんばんは。でもプリキュアすごい好きだった覚えある。プリキュアのおもちゃめっちゃ集めてたし。でも今はママに聞くと、なんかおうちゃんが幼稚園帰ってきた後ママに、私実はプリキュアそんなに好きじゃないんだよねって言われたって。聞いた。
お邪魔女ドレミはわからないです。聞いたことあるけどわからない。シャキありがとうございます。はいはい、古田葵です。プリキュア好きだったな。セーラームーン本当にプリキュアやっぱ好きだった。ハートキャッチプリキュア、さあみんなでを年長さんの時に踊ったのはめっちゃ覚えてる。そうは覚えてます。あとスイートプリキュアまでかな私。それくらい。二人やプリキュアはあんまり分かんなくて、なんだっけ555なんだっけ555なんだっけ555だっけ、なんか忘れちゃった、なんか人数多いやつのプリキュアがギリ覚えて、それが年少さんくらいかな、ギリ覚えてる。それはプリキュア555、あそれだプリキュア555 プリキュア555がのレモネードちゃんが好きだった。なんかツインテールくるくるの子がなんか好きでした。黄色の子でスマイルプリキュア、あ聞いたことある。ちょっと調べてみよう、私のどこまでプリキュアわかるか。でもなんか詳しい、何好きな子はすごい知ってるじゃん。今ってプリキュア何なの、もうなんかなくない、なんか多分考えるの毎年大変だと思う。え、トリプ…何今何今って何なの、今って何、トリプ…トリ…ちょっとわかんないな。プリキュアでしょ。二人はプリキュア…あ、イエス、プリキュアって何、フレッシュプリキュアめっちゃ覚え、フレッシュプリキュア大好きだった。ハートキャッチスイートプリキュア、フレッシュプリキュアめっちゃ好きだった。フレッシュかな、私キュアパッションにやりたかったんです。それ覚えてる。それって何、何プリキュア、これだ、フレッシュプリキュアの赤い子になりたかったの私。なんか悪者から味方になったの子なのかな、その子になりたかった。キュアパッションになりたかった。こんばんは。なんかキュアパッションになりたいってお誕生日に書いてあった。キュアパッションになりたくて好きな食べ物はマグロですって言ってた。おもろ好きな食べ物マグロが好きですって。フレッシュプリキュア多分一番全盛期、フレッシュプリキュアとハートキャッチプリキュアが多分一番あれハマってたかな。え、フレッシュプリキュアのおもちゃめっちゃ覚えてる。てかめっちゃある。え、今あんのかな実家に、わかんないけど。いやーなんか懐かしい、すごい楽しい。プリキュアなー懐かしいな。そうね、ガチだった。でもなんかサンタさんにあのプリキュアのお洋服が欲しいですってお願いして、パパのスーツの隣にかかってたのを覚えてる。タイマーでもある、もう着れないけどそう懐かしい、見てたな。プリキュアはもう小学校上がってから見なくなっちゃった。
あとあれトリコとか見てた。すごいめっちゃ変わったけど、トリコ、トリコ、え、トリコ知ってます？あ、トリコだっけ、なんかすごいアニメ、なんかさすごい無敵みたいな人。あ、そう、料理のやつ、あれお兄ちゃんが見てて、あれハマってた時もあった。トリコ、あれのグミとかめっちゃ食べてた小さい頃。トリコ、あとなんだろう、あ、ワンピースも見てたけど、ワンピース見てたけど話が全然わかんなかったから今でも全然わかんない。お兄ちゃんの、お兄ちゃんが見てたのを見てたみたいな顔が多いかも。でも話はわからないみたいな。ハートありがとうございます。そう、ハートありがとうございます。私のアニメのアニメはそんな感じ、全然わかんない。そう、なんか、え、そう、あのポケモン通ってないの。あのね、ゲームも通ってなくて、あのポケモン通ってないの。ポケモン、お兄ちゃんは確実に通ってたんですけど、私確実じゃない、マジで通ってない、本当に通ってない、びっくりするくらい通ってないんです。ポケモンだから、ミジュマルしか知らない、ミジュマル、なんか可愛いのしか知らない。そう、そう、ポケモン絶対見て本当わかんないんです。なんか水タイプとか何とかタイプとか全然わかんないし、ゲームのやり方もわかんない。ミジュマル、え、ミジュマル可愛いですよね。私なんかミジュマルだけすごい知ってて、なんかその時に私ポケモン全然知らなかったんだけど、すごいなんか知ってる子に憧れがあって、すごいポケモンはこう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 で、なんとかタイプがあって、なんとかタイプがあってみたいな、のがあったの、あ、っていう子がいて、なんかそういう子がすごい憧れてて、私ミジュマルしか知らないけど、私ミジュマルすごい好きなんだよねってめっちゃ言ってた。ミジュマルしか知らないのに言ってた。私すごいミジュマル好きで、ミジュマルってすごい可愛いよね。あのピカチュウより、まあ、私はミジュマルかなみたいな。ピカチュウとミジュマルと、あのイーブイとライチュウとか知ってる、それくらい、本当にそれくらい。あとカビゴンとかくらい、本当にそれくらい。ほ、待って待って、本日はいいねく村上にご縁、え、待って、これは本物ですよね。あ、お疲れ様です。こちらこそありがとうございました。本日は本当にすいません、なんかこんなの、こんなんで、お疲れ様です、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しくて、本当に、いや、すごい本当にありがとうございます。すごいたくさん盛り上げていただいて本当にありがとうございます。すごい申し訳ない、なんかありがとうございます。嬉しい、ありがとうございました。またぜひ来年とかも NGT48 参加させていただけるように、一緒に盛り上げていけたらいいなと思っておりますので、ぜひ今後とも応援していただけたら嬉しいです。すごい、ありがとうございます。これは本物ですよね、本物ですよね、本物です、本物、本物、本物です、これは本物です。すごい、ちょっとドキドキしちゃうね。すごい、みんなよろしくお願いします。本当に嬉しい。いや、でも本当に村上本当にいいところだった。もう絶対もう一回行くって決めたもん。
でもなんか私的にさあ、なお9月12日の配信は無料です。そう、みんなあれですね、みんな見てください。6時半からです、9月12日見てほしいですね。すごいなんかたくさん褒めてもらって嬉しかった。もう推しになりましたってスタッフの方すごいいてくださって、 NGT もすごい推しになりましたってたくさん言ってくださってすごい嬉しかった。ありがとうございます。みんな見てください。みんな見てください。あの汗はかいてます、私汗かいてます、それは言っておきます、汗かいてます。いいね、ありがとうございます。そんな感じで、そう、私鮭好きなんですよ。そう、でもそう、なんかまだ鮭の季節っぽくはなくてじゃないみたいね。鮭の季節になったら絶対行きたい。あと鮭大好き。なんかもう今日鮭いただいたんですけど、食べたんですけど美味しかった。鮭美味しかった。そうね、鮭大好き。カマとか、カマ美味しいですよね。鮭のカマちょっと食べにくいけど、私鮭のカマ好きなんで。こんばんは。ね、嬉しい。なんかこうやって見に来てくださってありがたい。身よりも皮、皮も好き、皮好き。でも身ももちろん好きだけど、皮って残すメンバーとかが多いけど、私そのメンバーの皮も食べるから。でもたまに皮別に自分で食べるしみたいなメンバーもいる。そういう子に畜生ってなる。ね、でもなんか駅の近くもすごい美味しいご飯屋さんめちゃあった。美味しい、食べてないけど。すごいいっぱいご飯屋さんあった駅の周辺。あったね、なんか鮭の皮を内輪に貼っていくかみたいな。そう、だからなんかでもね、村上温泉とかもあるみたいだし、だけど全然駅の周辺でも全然楽しめそうで観光できそうだと。こんばんは。鮭とば、私あのすっごい食べてみたいんです。でも食べたことないの、鮭とばだけ。私まだ食べたことなくて、鮭とば食べてみたいの。なんかどんな味するんだろうって思って、すっごいいつもね、なんかお土産屋さんとかで目にするたびに、やっぱり気になるなと思ったけど、まだ一回も食べたことないな。わかる、私も絶対に食べ、何ハマると思う。私多分鮭とば絶対にハマると思う。あのマジで自分でも思う。私のための食べ物だって青も思う。わかんないけど、鮭ね、止まらなくなる。
多分1週間ぐらい食べると思う。分かんない、多分絶対ずっと食べる気がする。飽きるまで食べると思う。お酒のおつまみだよ。でもお酒のおつまみって別にお酒とさ食べる必ず食べなきゃいけないものじゃないじゃないですか。だってみんなスルメ普通に食べるじゃん。あと私普通になんか昆布とかめっちゃ好き。昆布はでもあれじゃないか、おつまみじゃないか。なんかそういう何天然なのが好き。なんていうの、なんか加工したお菓子とかじゃなくても天然なのが好き。なんか乾燥した食べ物とかめっちゃ好き。そう、すごい言われる。お酒飲みになりそうってすごい言われるけど、私の目標は適度にお酒を楽しめる大人の女性になることだから。ビーフジャーキーはなんかビーフジャーキーはあれじゃん、お魚というより肉って感じじゃん。なんかもう美味しいけど、なんかどっちかというとなんかもっと天然な感じが好き。そう。でもなんか、なんか私すごい気になったことがあるんだけど、なんかさ、もつの煮込みって普通なんかお家でお味噌汁代わりとかに出てきます？どうなんだろう、なんかわかんないんだよね。なんかもつの煮込みって夜ご飯に出るのか、もう出るか。たまに来ないかな、ない、なんか、じゃあやっぱうちだけなのかな。食べ物なんていうんだ、なんかもつ煮がなんかお汁代わりに出てくるみたいな。じゃあやっぱあんまり私、じゃあやっぱり古舘家何みんなそういうベロそういうベロ、なんか私こうやってショールームでなんかおつまみの話をした時に、チェキありがとうございます、古舘葵です、した時にもつの煮込みってあのお酒のおつまみに入るんだって思った。煮物なのか、じゃあうちのあれなのか、なんか私んちのもつの煮込みはなんかお味噌汁みたいじゃないけど、なんか違うんです。なんか普通になんか私の中でもつの煮込みはなんかわかめと豆腐の味噌汁と同じラインなんですよ。だからえって思った。なんか豚汁と同じレベルかの方がわかりやすいかも。豚汁と、じゃあ何、私んちモツの煮込みじゃないのかな、あれ煮物っぽくないの、ちゃんと器に出て入ってくるの。今度ママになんか送って写真送ってもらうかな。なんか肉じゃがとモツ煮だって一緒に出てくることたまにあった、全然おかず普通に出てくる。あ、モツのお味噌汁から普通に煮込みじゃなくてお味噌汁だった。なんか私の中でもつが普通に豚肉と同じな思ってたんだけど、岩手方面の感じなのかな。あ、やっぱ地域によって違うのかな。でママに聞いたら、いや普通の家庭が分かんないって言われた。そう、もつ、そう、汁だくではないイメージの。大そうなんだ、めっちゃ汁だくですよ。
職が美少女青ちんを育てたんだね。美食もちろん持つ、美食持つだから小さい頃から普通に食べてたし普通に好きだった。特殊なのありそうやね。でもなんか特殊なのあると思うんだけどまだ気づいてないのが多そう。なんかそう考えるとうちの家と誰も気づいてないと思う。地域によって違うかったりするのかな。モツって何の動物の何の動物、なんかの蝶じゃなかった、なんかの蝶だった気がする。牛かな、牛か。でも、もつ美味しいよね。もつにも種類があるけど、どのタイプのもつですか。くるんってなってるもつ。くるんってなってるもつ。ちょっと長、これくらいの長さで横から見るとくるんってなってるもつ。まるありがとうございます。まるありがとうございます。豚か牛、たし豚か牛のどっちかだろうね。かわいい、ありがとうございます。上物かな、白いやつだった気がする。くるってなってるやつ。すごい今日もつの話とポケモンの話めっちゃして。刀、そうなのかな。多分そうです。くるってなってるやつ。そう、もつおいしい。でも一人暮らしだともつなんて食べることないからさ、もつ不足。すごい一人、なんだろう、一人暮らしだとさ、すごいこんな手間かけるものって思うのあるじゃん。もつ不足、ね、スーパー、なんかすっごいさ、もつっていっぱい入ってるイメージ。なんかもつ煮込みラーメンなんてあるの？気になる。もつ美味しいね。そうそう、ごぶたつちゃんでもな、それはもうはるかのルームで言ってください。はるかのルームで言ってくださいね。そっか、すごい、やっぱおつまみっていいよね。でもおつまみ嫌いな人いないと思うよ。別に青が特別好きなわけじゃないと思うけど。コロナの影響で行きつけのもつ鍋屋が、え、でも絶対そういうとこ多いですよね。なんかもうどこ、日本どこでもコロナでちょっとお店なくなっちゃったみたいないっぱいあると思う。苦手な人いた。そっか、おつまみってみんな好きだと思ってた。あれとか大好き、なんだっけ、貝、貝ひも大好き。あれダメだ、もうやめよう。もうやめよう、もうこの話やめよう。そう、チータラはね好きだけど、チータラ食べるんだったらスルメとか食べてた。あのイカそうめん、イカそうめんとか、イカそうめん美味しいよね。ねえ、
貝大好き、バイ貝、粒貝大好き。でも富山でカンタート、北条図カンタートの撮影で初めて富山に行った時に初めてバイ貝を食べたんですけど、衝撃的な美味しさでした。もうザおつまみだった。本当に美味しかった。あれバイ貝、もっと可愛い食べ物のお話聞きたい。そうね、私の好きな食べ物は可愛いのでしょ。なんか好きなんだけど好きなのあるけど、でもなんかおつまみに好きなのってなんだろうって。でもマカロンは好きです。でもマカロン好きってショールームで言ったら、あのいとこに言われた。あ、絶対マカロンなんて好きじゃないでしょって言われた。いや、マカロンは好きだしでもなんかさ、このさ、このさ、ずっとさ、おつまみの話したとこで急にマカロン持ってきてもめっちゃ説得力、こんなんだ。買ってた。そう、はい。だって鼻に詰め、それはそれはとんでもない偏見ですよありがとうございます。ということで今から明日の夜ご飯を発表したいと思います。すごい、なんでみんなわかんの。ポン菓子も好き。あ、そう、はい。ということで発表したいと思います。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、明日の夜ご飯どうしようかな、どうしようかな。明日の夜ご飯はどうしよう。いきます。じゃか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 、決まんないな、決まんないな。じゃか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 、決まった。じゃか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 、じゃん、おにぎりです。ちょっとなんか今日新潟に行って、あ、新潟、今新潟なんですけど村上に行ってすごい田んぼを感じてきたので、ちょっとおにぎりにしますね。すごい今やっぱり稲刈りの時期でさ、すごい稲刈ってたよ田んぼが。はい、そんな感じで明日の配信時間、明日はおしゃべり会なんですけど、しゃべり会後にしようかな。ちょっと一応9時から配信入れときます。9時から配信したいと思います。あの 30% くらいの確率でもちろん遅れちゃうかもしれないんですけど、ちょっと大丈夫だと思うはい、そんな感じ。明日9時から配信します。あ、今日と同じですね。はい、スクショタイムします。じゃあちょっとおにぎりポーズいきましょう。あ、やっぱヨボヤ、ヨボヤマン、あ、ちれましたはい、ということで、ということで今から今日のランキングを読みたいと思います。 Go! Let's go! すごいめっちゃ塩分欲しくなった。あ、ヨボヤいただきました。だってヨボヤポーズ、ヨボヤマン、初めてお会いした今日いきます。13位岩見さん、ありがとうございます。12位ゾンさん、ありがとうございます。11位バイケンさん、ありがとうございます。10位ブンちゃんさん、ありがとうございます。
9位タカラさんありがとうございます。8位ジンさんありがとうございます。7位フクちゃんさんありがとうございます。よいしょ、私なんか抜かしてる、抜かしてない、大丈夫大丈夫。7位フクちゃんさんありがとうございます。読んだ気がする。6位マー君さんありがとうございます。5位ジュンハンさんありがとうございます。4位 MS さんありがとうございます。3位デュエルさんありがとうございます。2位新潟カズさんありがとうございます。1位ヨックンさんありがとうございます。私抜かしてないよね、大丈夫だよね、なんか急にドキドキしちゃった、よかった、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。明日はおしゃべり会です。皆さんセーラー服あおちゃん楽しみにしててね。明日からまた平日頑張りましょう。おうということでおやすみなさい。また明日、バイバイおやすみみんぜに、バイバイ、ありがとうございました。また明日ね。これは自動で切れるので私は触りませんおやすみなさい、また明日。